はいどうも、B 賞です。今日は新作ホットトイズ、シーハルクについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介します。普段このチャンネルでは、ホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味ある方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ホットトイズのカスタム依頼も受け付けているので、気になる方はね、概要欄に貼ってある僕の Twitter だったり、Instagram の DM からメッセージをお願いします。ということで、今回発表されたフィギュアシーハルクについて見ていこうと思います。今回ね、このフィギュアもかなりホットトイズの進化を感じることができるようなフィギュアになっていると思いました。まずヘッドに関してなんですけど、ヘッドに関しては今作でもね眼球可動のギミックが搭載されています。これまでずっとマーベルフィギュアにも眼球可動を搭載しろとねこのチャンネルでも言ってきたんですけど、やっとファンの意見が届いたのか、マーベルシリーズも眼球可動のギミックが普通になってきてる点っていうのはかなり嬉しいですし、今後ねさらに進化していってほしいなっていうふうに思いますね。表情は少し口元がにやけているような造形になっていて、髪型もとてもボリューミーでセクシーな様子っていうのがドラマの雰囲気をよくね再現してるんじゃないかなというふうに思います。ドラマだと髪の毛に光が当たると少し緑の光沢があったような気もするんですけど、今回プロトタイプを見るとそこまではさすがに再現されてないかなというような感じがしますね。若干緑かかってるかなとも思うんですけど、撮影ライトの加減なのかなというような気がしたので、そこもねもう少し髪の毛を緑っぽくするとかね、そういった風に再現されればさらに見た目は良くなるんじゃないかなという風に思いました。そして顔の造形に関しては悪くないし、むしろね似ていてとても素晴らしいんじゃないかなという風に思いましたね。あと思うのはドラマだと散々 CG がひどいという風に言われていて、緑の肌もね CG 感がとても強かったと思うんですけど、プロトタイプを見る限りではフィギュアになったことによって逆にリアルに見えるというか、肌の凹凸だったりねシワっていうのが見えやすくなってるかなというような気がしたので、肌の質感的にはドラマのクオリティを超えたとね個人的には思いましたね。そのくらいリアルで、ヘッドに関してはね違和感がない造形になってるかなというふうに思います。スーツや素体に関しては戦闘時に身につけていたスーツで、ジャンプスーツと呼ばれるスーツを着ていますね。で、足元にはスニーカーを履いているというような、ドラマの姿をよく再現しているような見た目になっています。今回一番素晴らしいなと思ったのがこのシームレス素体ですね。これまでもシームレス素体というのはいくつかあったと思うんですけど、今作用に専用素体を開発していて、この筋肉質で美しいボディというのがよく再現されていると思います。露出している腕や足を見てもすごいですよね。筋肉に力が伝わって、本当に動いているかのような造形というのが、よく再現されててとても素晴らしいなと思いました。さらにねこの手首を見てほしいんですけど、手首までシームレスに見えるんですよね。普通のフィギュアだと、基本的にボールジョイントの手首になっていて、ハンドパーツと前腕部分の間に隙間ができてしまうと思うんですけど、今作ではねそこも目立たないような造形になっている点もかなりリアルになっているかなと思います。シームレス素体なので関節部分とかね、劣化っていうのはかなり怖いとは思うんですけど、本当にリアルで何度も言いますが素晴らしいフィギュアだなというふうに思いました。フィギュアの大きさは今回 35.5cm ということで、しっかりとね大きいフィギュアになっています。ドラマでも登場したデュアデビルと比べるとかなり大きく見えるんですけど、こういうふうにねブルースバナナと比べると小さく見えるというね、サイズ感っていうのがちょっとね感覚がバグるかなというような感じもしますね。ただ体は大きい割にはスタイルはとても抜群ですし、スマートな見た目というのもね割とかっこいいんじゃないかなというふうにも思います。付属品に関してはかなりシンプルで、ハンドパーツとスマートフォンが一つというふうな内容なので、かなりシンプルな内容になっています。ハンドパーツは割と豊富な方だと思うので、関節の劣化さえ気にしなければね、いろんなシーンのいろんなポーズ楽しめるんじゃないかなというふうに思いますね。ハンドパーツの中には拍手をするようにして強風を巻き起こすことができるサンダークラップというね技を再現することができるようなハンドパーツも付属しています。写真だと微笑んだ表情でこの技を再現しているというのもねちょっと面白いんですけど、こういう再現ができるんであればね、他の表情もちょっと欲しくなるなというふうに思いました。題材についてはこのキャラクターだったり、ドラマのイメージカラーでもある緑と紫が主体の色となっていて、アームは股の下を支えるような題材になっていますね。フィギュア自体は先ほども言った通り 35.5cm と大きめなんですけど、台座の大きさは特に変わらなそうなので、一般的な六角形の台座と同じようなデザイン形状になっています。そしてプロトタイプ写真の中で気になる写真があったので、紹介しようと思うんですけど、この写真を見るとね、写真の端にマーベルを支えるスーパー AI ケビンの姿があるんですよね。これについてどう思いますかね。今のところシーハルクのホットトイズに関してはこの通常版のみとなっていて、デラックス版はないことと、他にこのシリーズから出るとしてもすでにプレリリースが出たり、今回写真に写っているイエロースーツのデアデビルだけなんじゃないかなというふうに思うんですけど、このケビンの付属品がね何に付属するのかというような件はねかなり気になりました。今後アップデートとして追加があるのかもしれないんですけど、ちょっとふざけた考察をしてみると、もしかするとマーベルの CEO ケビン・ファイギとこの AI のケビンがセットになったフィギュアが出るというようなことをちょっと考えてしまいましたね。これまでいろんな6分の1フィギュアが、ホットトイズだったり他のメーカーから発表されてるとは思うんですけれども、ケビン・ファイギのフィギュアっていうのはね、一回も見たことも聞いたことも僕ないんですよね。一応マーベルの CEO とはいえ一般人ですし、もちろん肖像権とかね、いろんな版権とかあるとは思うんですけど、似てるフィギュアとか、模したフィギュアっていうのはねあってもいいんじゃないかなというふうにも思うので、今後ホットトイズから
ケビン・ファイギとしてのフィギュアが出たりしてもね、かなり面白いんじゃないかなというふうに思いました。はい、それでは続いて発売時期とか価格についてです。今作に関しては国内でも発表が早くて、フィギュアの発表があって翌日にはトイ・サピエンスとソダチ・トイズでも予約開始されていたので、今回はその2つを例に紹介していきます。まずトイ・サピエンスなんですけど、トイ・サピエンスでは予約価格で 46,800円、発売後の通常価格だと 52,000円というふうになっていて、発売時期は2024年の4月頃となっていました。そしてソダチ・トイズでは価格が 38,600円、発売時期は2024年の6月となっています。付属品もかなり少ないのでどのくらいの値段になるかなと思っていたんですけれども、ちょっとトイサピはね高いかなと今回も思いました。物価上昇だったりとか円安に伴う値上げというようなことはねもちろんあると思うんですけど、それにしてもね少し前であればこの値段でダイキャストもアイアンマンも買うこともできましたからね、そう思うと、ちょっとこのトイサピエンスの価格っていうのは、庶民のコレクターからすると、きついかなというふうに思っちゃいますね。で、値段だけについて言えばソダチ・トイズの方がね今回も8000円くらい安いというような値段設定なので、僕は買うにしても国内であればソダチ・トイズ一択かなというふうに思いました。海外サイトまで視野を広げると、トイズ・ワンダーランドとかではね、セカンドバッジの場合だと3万円切るくらいの値段にもなるので、いろいろとちょっとねリサーチしてみて、どこで買えばいいのかというような点はね欲しい人も比べてみると面白いんじゃないかなというふうにも思います。こう比べるとね、海外では3万円を切る値段、トイ・サピエンスでは5万円超えるというような値段っていうのがね、ちょっと笑っちゃうなとも思います。最近ソダチ・トイズの発売品を見ていると、前後はもちろんあるんですけど、入荷ねかなり早くて、今発売品のホットトイズを見ると、確か今週リリースされたばっかの、サイバーパンクのキアヌ・リーブスも入荷していたりだとか、他の商品を見てもトイサピよりかなり早く入荷しているのもとても魅力的かなというふうにも思いますね。僕は基本国内だとソダチ・トイズを利用しているので、気になる方はぜひね利用していただきたいなというふうに思います。利用する上で不安とか質問があれば答えることもできますし、改めてソダチ・トイズのシステムとかねまとめようかなとも思うので、そういったリクエストもお待ちしています。ということで今日はシーハルクシリーズの1体目として発表されたホットトイズシーハルクのフィギュアプレビューと予約情報を紹介しました。動画でも何度も言った通り、プロトタイプを見る限りではクオリティはねかなり素晴らしいかなというふうに思いますね。ヘッドのボリューミーな髪型もとてもセクシーですし、シームレスな素体もねかなり魅力的だと思うので、気になる方はぜひ国内だったり海外サイトを使って予約してみてください。ジャンプスーツだけではなくてパーティードレスだったり、スーツに着せ替えることができればもっとね面白いフィギュア内容になったかなとも思うので、今後ねそういった楽しいアップデートがあればさらに嬉しいかなと思います。あとね今後に関しては写真に写っていたデアデビルについても発表される日は近いと思うので、そちらの情報もね楽しみに待ちたいと思います。ということでこの動画参考になっていいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また概要欄の下の方に Twitter だったり Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。冒頭でもお伝えした通りフィギュアのカスタム依頼も受け付けているので、気になる方は Twitter だったり Instagram のメッセージから気軽にお問い合わせいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。